わいもないことでしか君を守れない小さい始まった。いやいつもいつもちょっとだけ曲作っては最初にやってますけど、ちゃんと後で見返したらちゃんと一曲ぐらいなるかもね。最初の、ね、最初のこのアドリブの、はい、はい、やりましょう。今日のプリマ1番、昨日はどうでした。2番、プリマ1周年振り返って。お、3番、海。4番、割の歌。昨日ね、昨日どうでした？昨日、ういあのね、元マーク・アーサー・コンチのヨシノリ・ズン・トイットのお誕生日パーティーがなんとクラブ山水でやるっていうイベントで、まあ、僕も、まあ、ちょっとね、ヨシノリとフリートークみたいな感じでやらせてもらって、はい、まあ、その後、あの松本さんね、はい、僕らの兄と慕う松本さんが昨日めちゃくちゃやったんじゃん。なかなかの泥酔状態だったんですけど、もうめちゃめちゃ盛り上がって、うわーなって、お客さんも松本さんの DJ で、そうなんですか、なかなかすごかったです。山水が、山水が、あのスカミュージックであんな踊るってなかなか見たことない光景でしたけどね。さすが大阪スカンキンナイト創始者でありますね。いやけどね、昨日、まあでも、インシストのね、あの、バシ君っていう MC のバシ君が自分でレーベル、立ち上げたっていうので、ディグミアウトカフェで、レセプションね、はい、レーベルレセプションパーティー開いてたんで、まあそこも、ちょっと途中顔出して、あっ、んで、それ、そうこうしてるうちに夜中になりまして、で、松本さんと、まあ朝まで行くんかなと思ったら、帰りました。連絡取れへんので、急に。急に。それで連絡あったんですか。そうそうそう、松本さん知らんみたいな。いや、あんな泥酔のまま、南にほったらかすわけにいかないでしょ、松本さんが。えらい、タクシーとかすぐ蹴るから、はいはい、酔っ払ったら、まあまあ、タクシーにこの間引かれようとしましたもんね、わざと。もう、もう引いてほしい、なんか欲しがってました迷惑やん、あれ、御堂筋のタクシーの人ら全員止められてたやん。まあまあ、だからあかんと思って連絡したんですけど、もう出ないから。そのままっすか、じゃあ。はい、僕も帰りました、もう。今日朝会いましたけど。朝会いました。今日もまだパソコン入れるんで。あ、まだ大阪にいてはるんですか。何し酒臭かった。危ないですね、危ない。僕はもう帰りますよ。いやけど、まあ、せっかく清宮君来てくれたから、はい、プリマ1周年振り返りましょうか。そうですね、2番、ね、ちょ、君はレタロです。イエーイ。ちょっとトイレ、トイレ、トイレ行って、さっきトイレ、トイレ一番大事やん、世の中で。ほんまに昔の人偉いなと思うもんね。
あの 今なんかもうコンビニがあるから、はい、もうトイレ行きたいって言ったらもうすぐ行けるやん、ほとんど。あもうね、もう24時間でも昔のっていうか、僕らが小さい頃、はい、80年代とかあのトイレないでしょ。そうですね、まあデパートとかね。デパートそれぐらい。いや、夜どうしてたんでしょうね、皆さん。今だって40歳ぐらいの人たちが20歳ぐらいの時って、はい、携帯もなければトイレもないね、うん、ただバブルやと。いや、トイレあったんだよ。トイレあったんですかね。コンビニないでしょ、でもあんまり。そうですね。だってセブンイレブンってことですよ。あ、夜中やってないってことじゃないですか。言ったらトイレ、ストリートじゃないですか。皆さんストリート系ですか。いや、けどあの時代にあんな着飾ってた時代に、なんかその代わりにそういう、もうラウンそういうみんなバーとか入ってたのかな、もうトイレ行くがてらに 1,2 杯飲んで、はい、飲みたくない。いや、君は変じゃねえって、ちょっと待って、キミオ君痩せたね、はい、ちょっとね。これやっぱりあの、はい、肉食とかじゃないから。前でお話してたやつですよね。そうですね。いや、あの一回めっちゃなんか、はい、あのめっちゃ怒ってたやつ、ツイッターで先週ぐらい。1週間で痩せましたねぐらい。ほんま？いや、でも徐々に痩せてるんちゃう。今で3ヶ月目ぐらいですね。一応ね、お揃いっすね。まあまあ、お揃い今日アリアン、まあ大体いつも合ってます。大体赤がいいんで。赤がいいですね、今は。赤ですね、赤。いや、でも痩せましたね、キヨ君。やっぱ痩せましたね。まあ、動物性取らないと、やっぱ生活。あと何ですか、あと何かやってるんですか。走ったり。いや、全くしてないですね。ああそう、まあ、食事もうアホみたいに炭水化物食べてますけど。けどやっぱあれですね、タンパク質が動物性というものがないということは痩せるんですね、やっぱり。なんかだって大豆とか取ってるでしょ。大豆取ってます。取ってます。結局ね、なんかね、ここにね、口にね、取れた。口に今なんかね、キスされるから。そのパターンの自分口にちょっとって言って、あの松崎しげる。そう、松崎しげる。テレビでやってたから、鳴海にキスしてたから、知人ブイブイで。生放送で。あかん。素晴らしい人生ですね。何の話や。いやけどね。いやけど、まあまあ1年間もうね、はいはい、キヨ君も大体ね 93% 出席してくれるっていう、この素晴らしいですね、月曜日。先週も実は行けたんですけど。先週はなんかなかなか雨が降って。あ、そうそうそう、 あの部屋で見てますっていうのと、あと東京のネットカフェから見てるっていうね。なんかあのあれって、はい、あの東京行ったらどんな暮らしをしてるんですか、はい、夜は。そのネットカフェもそんなあれでしょ。そうですね。ネットなんか誰か家泊めてもらったりとか、うん、飲みに行ったりとか、あ、いろいろある。最初期ですね、半年ぐらい前は泊めてもらってたんだけど、うん、はいはい、ちょっとなんかそれあまりにもしょっちゅうなんで。まあまあね、続くとはっていうことは、まあやっぱネットカフェ。そう、まあホテルもたまにはあり得る。ホテルはでも ほとんどないですね。ほとんどない。いや、もうだって連泊とかなりますもんね、もし、うん、ホテルとか取ってたらえらいお金もかかるし。まあね、そうですね。まあでもホテル泊まれる分際ではないですね。で、まあ、じゃないっすよね。あの僕も結局でもまあその、い、泊まったるかいって思ったらまあ泊まれるぐらいでしょ。もう泊まったらかい、強めに言うと。そうそう、あっちの人にちょっと泊まらなあかんみたいな。まあそのまあよく僕らイベントとかしてて言われるじゃないですか、はい、あの阿波島倉とかね、はい、ね、ね、よく言われるから。あの絶対一般の人知らないですよ。僕も今年初めて知りました、阿波島倉って。まあ阿波っていうのが食べ物ね、
で足がまあ交通費、はい、で枕が寝るとこ、はい、よう言われますもんね。ほんま昔からあるんですよね。昔からよう言われてますわ。あのラブソファーとかでね、やっぱ東京のアーティストブッキングするときに、うん、あのアゴ足枕別でギャラなんぼみたいな話になるから、そのまあ、だギャラより多くなるんですよね、このアゴ足枕。まあちょっとね、バンドになるとね、まあ、実費ってことですもんね。だまあもうこれはね、こっちが払わないとやっぱりなるんで、一応でもそれギャラの中でギャラの中でアゴ足枕込みですよみたいな空気出していくんですよ、こっちも。これのレベルもありますもんね。ある全部レベル1からある10まであります。いや僕はね、あの指定的なね、こうなったらね、僕が ラブソファーでやる戦法としては、うん、まあ、アゴで食べるものは、はい、アロアバーガーがいてるわけじゃないですか。そうですね。で、ちょっとそれはいいですよ。そうそうそう、もう絶対美味しいバーガーあるんで、うん、あのそれこちらで用意しますんでみたいな、うんうん、足、交通費はさすがにちょっと、新幹線で何人も乗ってこられると、そうですね、まあ、断ることになるんですけどそりゃそうです。ワンボックスお願いしますっていう、はい、あの5回ぐらい言います。ワンボックスお願いしますワンボックスハイエースでハイエースお願いしますで、枕はアークホテルか地産ホテルっていう、まあ、はいはいはい、激安のね激安ホテルこれ山水から地産ホテル近いし、ファイアフライの時はアークホテル横にあるんで、まあ結構ね、そのまあ、みな有名な、ね、方、はい、あの地産ホテルとかアークホテルに泊まっていただいてますけどね、はい、アークホテルは狭いですよね。あのね、アークホテル普通あかんのかなアークホテルに悪いわだからなんかめっちゃ大きいな、狭いするときにもうちょっとそういう空いてなかったらみたいな、いやみたいな感じ。いやけどね、になっちゃう。まあでもそれいい、もうね、うん、ホテルのそれはね、うん、そのいやもう正直ね、うん、そんなホテルの部屋を満喫しないわけじゃないですか、うん、アーティストまあねというたるもの、うん、まあライブして飲みに行ってとかなんやかんやして、うんうん、次の日新幹線で帰るため時のたあと 2,3 時間ちょっとシャワーして、うん、仮眠してマネージャーに起こされるみたいな、うん、そうですね、まあ、ちょっとしたね、ちょっとしたプライベートな借りるぐらいの、そうそうそう、だから僕はねはっきり言ってあのね長堀橋プあれでいいんですよ。サンプレーンです。サンプレーン長堀でいいんですよサンプレーンって大体松本さんサンプレーン、松本さん、いや 僕もねよくサンプレーン行きます。何ですかサンプレーン。サンプレーン長堀橋ってあのスタジオ Q の前にあ、そうですね、ビルがあって、はい、で、あのね、え、知らないですかあの、あれですよ、いいっすよ、いいっすよ、キューブ何回か勧めたことあると思うんだけど、まあ、その仮眠するときだね、仮眠がまず5時間できる、で、あの、すごいちゃんと分かれてるんですよ、寝るとこはね、はい、で、あの、大浴場がまああって、はい、お風呂入れて、で、全部歯ブラシ、はい、クシ、カミソリ、全部使いたい放題で、まあ、コミュニティ、はい、コミュニティグッズ全部置いてて、はい、アメニティか、はい、で、タオルも使いたい放題 で、はい、で、ワンドリンク付きで750円なんです。安、はい、安い、サンプレイン長堀、長堀橋、これ、イベントやったらもう大赤ですよ。大赤ですよ、750円、ワンドリンク付いてますからね、めっちゃ、だからね、あのね、しかもね、その絶対行こう、まあ、大浴場、まあそんな大きくはないんですけど、ザバーンって入って、でそしてこう、仁王立ちするじゃないですか、うん、そしたらもうガラス張りで、うん、南が見渡せるんです。そのあちょっともうほんまにあの野望がある人にはいいです、ね、そうそうそう、あの松本さん来たかあのねほんまにほんまに全身入れ墨の人はこうやって見てます。その南の街をいつか手に入れる、手に入れる、いつか取ったるでいいっていう、うん、で僕も一緒にねこうやって、はい、こうあ見てますけど、はい、ほんまに世話しない街やなと思いますけどねああいうとこから見るとそこでもいいですよね。だから普通にいいカプセルもあるんですよ。カプセルホテルもある。あって、もう一個上に普通のホテルがいつもう限定なんですよ。うん、まあ10部屋、そう10部屋ぐらいあるんですよ。10人10部屋ぐらいあったんじゃないか。ほんでそれがめっちゃ安いんですよ。安いね。めちゃめちゃ安い。4000ちょい。でサラリーマンめちゃめちゃ泊まってる、ね、地方からの。ほんですげえ、あの
2400円で、はい、なんかそのタイ人の女の人みたいな人がマッサージやってるんですよ。マッサージしか思いつかない。もうタイ人みたいな女の人。あ、いいですね。ほんでそれとは別にちょっとしたあのみんなでテレビ見るとこがあるんですよ。こうやって、はい、休憩室、休憩室みたいな、はい、でそこは寝るとことは別に、はい、みんなでカップラーメン食べながら、はい、なんか一瞬そこだけフェリーの分かるわ。フェリーの感じ醸し出してる。あの時代建物的にも同じ。そうそうそう、白いね、白いあの椅子いっぱい置いてカップラーメン似合うわ。カップラーメン食べてね、あのそれはもうこれはもう僕らのようなもんでも、はい、まあこのような人らでももうみんなも一緒平等にカップラーメン食べて、ね、テレビドアの箱舟みたいな、いろんな人おっていろんな人助からへんみたいな、はい、どこに行くわけでもなく同じところにずっとおるだけ。いやこれがあのまあカプセルホテルは2000ちょいで泊まれるんですよ、はい、でその僕はよくね松本さんと昔こう松本さんね、はい、その夜な夜なこうあの飯連れて行くから来いやみたいな感じでお世話になってる時に、はい、朝方もう冬とかなったらもう3時ぐらいになったら松本さんも酔っ払って、はい、もうちょうど俺も帰るわってでお前もカプセルホテル泊まっとけって言われて、はい、松本さん受付長堀サンプレインの受付に行って、はい、あのサンデー紙でブワーって書いてで僕その「泊まっとけお前」って言ってみたいな感じそうお金お金払ってもらって僕はなぜかこう僕もその時よスーツとかね、なんかライダースジャケットとか着てるままカプセルホテルでボーンって寝てましたけど、まあそういういいとこですサンプレ。いや結構みんな、まあでもあそこに東京から来たアーティストさんぶち込むっていうのはちょっとちょっと無理ですよ。クレームが出ます。でもなんかみんなあつしあのストンプの店長とかもみんな行きますね。でもう伝統で。もう行ってみよう。やないの時代からちょっと仮眠朝まで、ね、けどね本当に5時間寝れるんで、これはほんまに満喫より全然安いです。まあまあそうね、くつろげますね。で一応ね2台か3台は今パソコン置いてあるんで。あ、そうなんだ、はい、いやでもそんなある僕行ってたの、まあ、ありえへんぐらいの大事件ってことです。いや最初はねあのマッサージチェアが置いてあったんです無料で2台、はい、それがなくなってそこにかインターネットを置いたこっちの方がほぐせるまあほんまにそうですね。下北やったらだって1500円以上しますよ。まあ行きますね、朝5時からの5時間で、はい、いやしかもねまだまだあるんですよ。この大浴場の隣にはサウナがある。サウナありますね。ちょっと待ってくださいね、あのサンプレインから1円も絶対もらってないですねこれ。僕全然もらってないこのくだり、はい、1円ももらってないですよもうようあのあでもあのお世話にはなってますけど、まあだからサウナ入ってねその大浴場との間に飲み放題の、うん、あの美味しい水みたいなのが売ってる、うん、置いてある、ね、買おうと思ったら買えるようなみたいな。そうそうそうまあよく今事務所とかに置いてあるようなこうブク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 ってしてる水みたいなやつがあるんですけど、そこでもうみんなこう水飲んで、はい、でサウナ行ってブワーってまた汗かいて、はい、で水風呂があって横に水風呂ザバーン使って、うん、でもう一回大浴場で、はい、まあガラス張りでこう南の町見下ろすっていうのが、はい、その2のね、はい、まあ、基本的にはだいたい皆さん、はい、背中にはその日本画が、あ、まあそんな人ばっかじゃないですけどね。まあまあ、まあ、まあ時間によっちゃいるかもしれない。そうですね。なかなかだって行けないじゃないですか、あの、うん、あの体にあの掘り物があった場合、はい、でもサンプレインはね緩やかなんですよ、ね、うん、ルールが。ただねそのビルね、はい、あの男子しか入れなかったんですよ今まで。そうそうそ う, そう、これがすごいですよね。この春なんと4回5回女性用のカプセルホテルになってるな。女性推ししてるんですね。そうそう、女の人カプセルホテル一応もらってないんですよ。もらってない、全然スポンサーついてないですけどいやけど東京とか大変でしょ。でも東京何日も行ってたらですよ。僕10時間1400円のところに泊まってます。あ、10時間1400円、
で満喫です、ね、まあシャワーもできて、はい、広めのあんま人気ない綺麗なとこがたまたまあるんで、それはまあ どの辺にあるんですか。下北、渋谷、まあでも結構僕もだから昔松本さんが行った時に渋谷のクアトロとかあるじゃないですか、その近くの満喫、うん、あのなんですか、ネットカフェ、ネットカフェ行って、うん、そのままサウナあるんですよ、うんうん、サウナね、そこ行きました。サウナとか、もうだからほんまにだから体に悪いですけどね、すごいだだっ広いところで、まあ休憩室みたいなところに、雑魚寝みたいな、みんな、はい、あ、それでサンプレインはね、ちゃんと仕切られてあるんで、そうめちゃめちゃ寝やすい、あの、あのネットカフェのあの仕切りを応用した感じで、ね、ちょっとそれいいですね、うん、だから僕、僕なんか2回ぐらいサンプレイン長掘りで5時間ぐらい休憩した時におねしょしてるんですけど、今までその仕切られですか、そうそう仕切られてるから、はい、あのバレないじゃないですか、はい、でしかもその布団毛布的な毛布っていうかなんていうかシーツを、はい、あの全部ね、あのここにあの入れておいてくださいみたいな、はいはい、あの洗濯の横にすごい大きい箱あるんで、はいはい、そこに全部バーンって入れたら、はい、もうおねしょしたことなんて誰もわからない状態です、まあね、もう素晴らしい、もうなんまた行きたいもう行きたいわ、行きたいですよね、うん、もう最近行ってない、いやけどね、ラブソファー 3Days とかやってる時は大体行ってるんですけどね、おおねっしょこうすかね、こう書くんやな、え、なんかいや違うでしょ、全然悪くないですね、これ全然違うでしょ、お偉いさんやな、まあ1周年でも1年間こうね、はい、同じことやるというのはなかなか素晴らしいですよね、いやなかなかこれは見えたいです、ね、だって言ったら僕ら風邪ひいてないってことじゃないですか、ひいてないですね、今年風邪ひいてないかも、うん、だってしちょっと風邪ひきながら月曜プリマしたことない、はい、ないですよ、うん、体調悪いみたいなのね、何回かそれが体調悪いのありましたね、あの車にひかれた直後とか、うん、気分的なもんですけどね、うん、だけど記憶どうですか、1周年もうでもだから約50回ぐらいですね、初期はほんまに緊張しましたね、来てちょっと緊張しました、出ていいんかなとか、あ、なんかそういうのもありました、ちゃんとしたこと言わなあかんかなとか、あまあ、今もまあまあまあありますけど、あの漫画と一緒ですね。あの一巻がと、あちょっと十巻顔違う、映画違うみたいな、ね。ドラえもんとか全然ちゃうもんね。もう量産も全然ちゃう。あ全然ちゃう。感じはあります、ね、うん。いやけど、はい、そのこれってまあ、な一体なんやねんみたいなところあるじゃないですか。はい、月曜プリマ。はい、まあ、とかね、ユーストリームこれして、うん、これ。何のなんか効果もなちょっともたらしたんかな、何かに、どうなんすかね、それライブとかどうなんすか、あんま関係なんかそんな話題にも出ない、いや別に月曜プリマやってる、見てますとかそんなもんない、あ見てますとかはあるある、ね、あるけど別にお客さんが増えたりはしてないと思う、してない楽しみにしてる人はいっぱいしてますね、僕はプリマね、はい、いやプリマちょっとやっぱりそのこれってやっぱりね、続ければ続けるほど、うん、やっぱその見てもらえるというか見る、僕らもそうですけど、うん、毎週これやってるってなったらまあなんか、うん、見ひん時もあるけど、うん、ちょっと見たいじゃないですか、うん、まあ、僕で言うたら今日朝方3時半、夜中3時半ぐらいから開示やってるんですけど、え、あ、そうなんですか、今月曜日ね、はい、ハザーのやつですか、はい、開示見たいですざわざわしたいです、うん、みたいですね、返すとかね、やけどだからまあ1周年としてちょっと、ね、あの遠出してやろうかっていう話、はい、9月のね末、はい、キムヤ君のスケジュールどう、9月末ぐらいどんな感じですか、20何日でしたっけ、まあちょっと合わせてみて、まあね、そうですね、多分大丈夫だ、三重県行ったろか言って、ないあ、そうですね、下空から内空行ったろか言うてパワースポットからあかんねやろな、怒られんねやろな、なんでなんすか、
いや伊勢神宮の中でユーストリームして怒られんねやろ。わー怒られそうやし、なんかめいやほんまにバチ当たんねやろな。あの木に100年過ぎとか1000年過ぎの人らに思いっきりしばかれるそうやな。でもね、そのちゃんとあのちゃんと言ったらいけんじゃないですか。言う俺あんなやつおるから出さないかしなんか僕の友達その高野山の高野山といえば君よくんですよ。高野山の高野山大学落ちただけが高野山のそのなんていうか本富士山みたいな、うん、ほんまにあるもんね、あそこ山伏がいっぱいおるし、そうそうそう、うん、で、そのなんですか高野山の、うん、神主さんで神主さん、すごいヒッピーなんですよ。そうやな、へぇ、フジロックとかやるときにそのフジロックスマッシュの人とかがヒッピー友達で、その人にもちょっと参加してやって、うん、で、結構ブッキングとかあ、してる、へぇ、すげぇ、そういう人がめっちゃ多くて、うん、毎年なんかそういう面白いなあの奉納伝みたいなのあるんですけど、その時に音楽奏みたいなのをするらしいですよ、あ、音楽で葬るみたいな、そうそうそう、まあ、その時にだからいつも誰やったっけ、めっちゃ有名な坂本龍一みたいな人がやりに来て、レゲエじゃないよね、別にそこはレゲエじゃないんですよ、うん、けどね、一応その多分高野山とか吉野とか全部こう、うんうん、つながってるんですね、ヒッピーの、そうそう、でらしい、ほんまらしいです、高野山吉野、うん、伊賀、はあ、伊賀とかこうちょっとなんか三重から奈良とかと和歌山のなんか山が連なってる感じあるじゃないですか、はあ、ここはねあのヒッピーの人たちは、うん、その山を歩いとけば、まあ、いろんなあの点々と皆さん集落作ってるんで食えていくんですって、この、あの一文なしで歩いていっても仲間がね、ヒッピー仲間がいてるというね、でもそのまあでも高野山にはそういう宮司さんにもなってるヒッピーの人がいてはるってことやね、そうそうそう、まあでも高野山といえば君よくですけど高野山もういい、いや高野山大学のあの受験の、うん、受験どうやって受けるか知ってる？名前書いたら受かる。違う違う違う、もうそんなんじゃないね。まあ最終そうかもわからんけど、そんなんじゃないね。ちょっと君はちょっと高野山大学のまず初日から行ってもらっていいですか？まずまあだから前乗りです。前乗りです。前乗りしないで。前乗りでいいよ。寒いもクソ寒い時期に高野山なんか行ったら、いややばいですね。境内も凍ってるわけじゃないですか。その中で前乗りして。うっすら床が凍ってるお寺に泊まるんです泊まる、布団着て寝るんですよねみんなで、次の日テストまあ、じゃあ朝食とかやっぱお寺のやっぱそういう精進料理みたいなもの出るんですか？いやまあ、なんか激しすぎてもう覚えてないですけどしんどすぎてで、そのせっかく何人ぐらい受けるんですか？そういや、いっぱいです、お坊さんの子供はいっぱい来るんで、まあでも1000人ぐらいは受けてるんじゃないですか？いや、坊さんの子供でも何でもないけどもいやでも高野山のあのお寺の中で泊まって朝ボーンボーンと起こされて菓子パン出てきたら嫌ですもんねジャムジャムですね、一個ずつコーヒーとあれ、ね、今日頑張りやとか、コーヒー牛乳とそれは嫌です。なんかのテレビでそのタイの修行僧とかがめっちゃ偉い人が、うん、あのマクドを毎日食ってるっていう、あでタイはねまた違いますからね、まあ、ルールは違うん、ね、だってなんか僕のねあの同級生の女の子がタイで、うん、タイ旅行してる時に、うん、あのタイのお坊さんにめっちゃ固くまれて、うん、今日マジセックスしようみたいなことをめっちゃ言われるって言ってすごいナンパの仕方してくるらしいですよお坊さん。でもあっちじゃそのお坊さんとかでも結構すごいでしょ、いい、まあ、暗いその暗いとしてはすごいですけど、一応そのなんか風習としては、うん、なかなかのあれですよ、その、ね、別に悪いことじゃないんですね、うん、そのあれが違うんで、流派とか、うん、しきたりが、だから今日マジ成功しようぜみたいな、でも坊主で、うん、一応今朝みたいな着てて、ご利益あげるでみたいな、まあお金持ってますからね、そうですね、いやけど僕もまあ言ったら仏教にまつわる大学に6、ね、短大と4大で6年間通いましたけど、はい、
西山短期大学っていうね、はい、僕が行ってた、西山ってこうですか、あのね、西山なんですよ。あ、はいはい、そうです。西山短期大学、西山短期大学は、ね、長岡京にあるんですけど、その保育所みたいなね、はい、あの建物なんですよ、短期大学自体が、はいはい、で、その横に光明寺っていう国宝のお寺があるんです、はい、で、そこが経営しとると、光明寺が、はい、で、校舎の裏に、うん、もうほんまボロボロの長屋がいっぱい建ってあって、うん、そこに、僧たちがみんな住んでおるんです、はい、で、朝からブー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 みたいなこうお経が聞こえてきて、はい、で、僕なんかその京都で夜遊びして、もうどん水で学校行こうぜみたいな、朝ね5時半ぐらいにまた学校戻ったら、もうその始まってんすか、おーって始まってて、で、その下のくらいの学生お坊さんはさささささささってこう掃除してるんです、一休さんみたいな格好してみんな、で、やっぱね、あれこそね、むごい、むごいなって思うんですけど、うん、僕からしたらですよ、その人らからしたら当然のことなんですけど、うん、水しか飲めないんです。なんかそれはだからね、決まり事と、そうです、なんかその宗派の、うん、まあ法然上人からの宗派、浄土宗なんですけど、はい、その水しか飲まれへんから、その夏とかね、うん、あの学校に一個なあの四角いこうピューって押したらピピピューって水飲めるやつあるじゃないですか、あれね、あれウォータークーラー、ウォータークーラー、これが2個あったんですけど、西山短期大学、はい、大学に少ないですね。でもこれ一回ね、6月の梅雨の時期に思いっきりどっちもぶっ壊れましてあかんかん、押すとこ壊れますよね、もうすぐ壊れでしょ、はい、でこれが9月まで治らんってことになって、はい、あ、やばい、夏場やばいじゃん、そうそう、お茶いるとか言っても、いや、ちょっとそのダメです、ダメですみたいな、あ、お茶もダメなの、お茶もあかん、もう水しかあかんから、喉乾いてるとずっと、はい、もう気になるじゃないですか、いや、見てたらね、見てたらね、ほんならそのペットボトルの水、うん、そのはどうなんみたいな、うん、って言っても、それはちょっとやっぱりその山からの恵みじゃないからみたいな感じで、決まってんすか、はい、そのウォータークーラー別に山からの恵みちゃうやん、ウォータークーラーは OK なんですか、 OK やねええー、けどなんかその人ら曰く、はい、山の水をうまいことを利用してるみたいなことを、はい、そういうことにしてる、 和尚さんが言ってたって言うてましたけど、はい、いやけどそれはもうあれですよ、僕らも毎週月曜日、はい、朝9時から11時まで授業座禅だけですからね、2時間お寺の境内でこう座禅組んで、後ろが思いっきりバーチーンですよ、え、何もしないんですか、もう全然何もしないです、こっちは。ただその邪念が、邪念がバレてるでしょうね、そのマジですか、うん、だからね、それね、安田大サーガスのクロちゃんね、はいはい、もう同じ大学だったんで、はい、クロちゃんなんかね、バッチンバッチンいかれてますよ、ほんまに、いてーいててって高い声で、あの人ずっとあの声なんです、もう邪念だらけですね、あの人は。だけどね、2時間も座禅してね、バッチバチ、もうこの辺バッチバチで、はい、ヒリヒリした後に、もう11時までやっても昼じゃないですか、昼前ですね、もうね、で、大体大学って1時間半授業じゃないですか、そうですね、たら90分授業じゃないですか、11時からもう月曜日は 昼過ぎの授業までもう何もないんです、座禅したら、はい、でみんなで外でポートボールとかして、え当てみんとかして、わかります、この最後の楽園具合わかります、あのね、もう全然わかんない、西山短期大学ね、誰も落ちないんですよ、確実に、はい、落としてはダメなんです、はい、仏教の教えから、はい、だからほんまにヤクザの息子もおるしほんまに、でも来るんですね、そういう人の、
ほんまにアダルトビデオ出てるやつもおんねん、はい、で女の子で、でほんまにえ、そういう子も座禅組んでるんですか。組んでる組んでる、思いっきり組んでる。その俺その時期組長やから頑張るわって言ってたけど言ってましたけどね。え、それちょっとチャラい、ちょっとまだあるいわっていうやつも組んでるんですか。あ、チャラいやつは出ないですか。チャラいやつはね、受かって、受けてないです。そのほんまにどうしようもない、そもそも受けてない。そうそうそう、ほんまにそのなんというか、うん、例えばその高校生の時から、うん、パパがおるとか、はい、もうそのある意味パパに入学金払ってもらって来てるとか、うん、はい、なかなかの人たちがみんな来てるんで、うん、はい、みんなね一生懸命ね構成しようとしてるんですよ。ナストちゃんみたいな。しかも短大卒の資格もあると、はい、うん、いいですね。だからね、一番ね僕がちょっと悲しいなと思ったのは、はい、同じ年で、うん、まあちょっと大阪でもねちょっと有名な高校のバスケ部の師匠やった子がいてるんですけど、まあがぜんそこもう言ったら全国大会でも上の方なんで、はい、まあもうどっか推薦大学とかね、うん、もうもしくは実業団入るかみたいな人が、うん、そのクラスぐらいの、あ、その人がねなんかちょっと最後の高校3学期にちょ、めちゃめちゃうまいですね、これはちょっとシャメールに取るまで消さないでもらっていいですか。これはちょっとこれは皆さん見てもらいたいです。あの高校三学期、三学期ぐらいに問題を起こして、はい、で、全部パーになって青山短期大学に来た人いてるんですけど、その人、それたらすごいプレイヤーですよ、はい、が、あの、ど素人集めてバスケットクラブ作ってましたからね。あ、でもそういう風にやってた。そうそうそう、みんなバスケやろうとか言って、あ、ほんでもう、もうど素人ばっかり、僕もだから一緒にやって、うん、もう全然やったことないみんなで、うん、あの他校と違う大学と試合とか、そんなしっかりやってたんですね。じゃあ、まあ一応ブーとしてやったんですけど、まあ、ボロ負けのボロ負けですよ。まあね、でその 毎回そのキャプテンがね、はい、その泣いてくれるんです負けたお前らようやってるとか言って俺しか上手くないのにお前らようやってるみたいな、すごいね、みんな構成しようとしてる。青山短期大学の、まあ、宣伝も終わりましたね。終わりましたね。これちょっと見てもらいましょう。これね。いや、最終金曜君、木に掘り出すんやろなっていうことですね、これも。洞窟で。宮本武蔵みたいに。友達おらんってことですね。最終。最終ね。最終あの。寂しい。なんか。悪ないなとは思ってますけど、まあでも結局ね一人ってね、はい、僕はもう本当苦手ですけど、はい、割と いけますよね一人。そうです ね意外とキミオ君は一人で人に会うとかは嫌なんですけど、一人でおること自体は好き。一対一で誰かと会うとか一人でお店行くのとかほんまに嫌なんですけど、ね、いやでもなんかそのなんか噂というか番長が言ってたんですけど、うん、はい、なんか僕の友達で大野くんっていうね、はい、まあフガシティっていうバンドとか元レーモンドチームの大野くんに出るじゃないですか、はい、で、ワンダフルボーイズもね社会力コロンブス時代は一緒にやってくれてた大野くんが、まあ、今お店をやってるんですね、はい、その音屋っていうバーみたいなとこで、はい、で、キミオ君来たんですって、なんかその大野くんが番長に言ってたらしいんですけど、番長が僕にで、キミオ君初めて来た日に、はい、恐れてたことを全部されて帰ったって大野くんがなんか言ってた。なんかね、全部ひっくり返してたらしいです。椅子取って、全然覚えてないんだ。まあでも今それは一人で、まあ誰かと言ってたんですか。そうですね、友達と会って、まあ、あれですね、一人で行って、はい、照れ隠しに全部ひっくり返したんかなと思って想像したら、めっちゃおもろかったんですけど、まあ、そうでもなく良かったですね。だけど、まあ、はい、三重県行きましょうか。行きましょうか。あの、
9月なんか行けね、あのだってもうそうでもないとなんか何人かでちょっと遠出しようかみたいな、もうライブ以外ないじゃないですか、うんうん、だから、例えばまあ車僕出すんで、あ、マジですか、まあ5人乗りなんで、あと2人ぐらい、そうですね、誰か連れて行けたらいいんじゃないですか、うん、いいですね。で三重県、あのね、あのキム君も僕も知ってるんですけど、あの喜ぶ子供さん、はい、喜ぶ子供ちゃん、喜ぶ子供ちゃんっていう女の一回こうキム君をここまで連れてきてくれた人たちが見えいてるんですよ。まあ、はい、ライブもさよく呼んでくれるような、はい、その人が多分四日市なんですね。はいはいはい。でまあまあ、お店なのか、うん、まあどっか泊まるとこなのかぐらいはあの大丈夫ですよ的な。メールでもらいました。あのプリマ見てもらってて。あ、マジですか。はい。まあだからそのどこでちょっと配信するかはちょっとまだあれですけど、はいはい、やっぱお店じゃないと多分回線がないじゃないですか。あ、そうですね。か伊勢神宮か。伊勢神宮は伊勢神宮回線がないです。無理ですね。どっちにしても、はい、一旦ね。だから。ちょっとその辺行きましょうか。ちょっと詰めてもらって。はい、温泉とかないですかね。三重県。はい、何もでもあるんじゃないですか。三重県は。温泉って。温泉というか。温泉旅館。いや温泉、はい。温泉ってそんな よくあるもんなんですか。ないんですかね。三重は。山じゃないですか。基本。日生学園しか知らんわ。三重にあるもので鳥羽とかしか僕知らない。四日市って島スペイン村やろ。島スペイン村ね。じゃあほんまあの日生学院あるじゃないですか、はい、浜ちゃんが行ってた、ね、浜ちゃんとか今ちゃんが出たという、僕の友達も行ったんですけど、もうほんまにそうですね、えらいことになって帰ってきましたけどね。ほんまに今もあるんですよね。いや、YouTube に昔の映像残ってるけど引くもん。それ誰かが撮ってたってことですか。なんかビデオあれってプロモーション用に YouTube 載せてんのかな、勝手に残されてんのかな。プロモーション用じゃないと思わねえな。そんな撮れるタイミングってあるんですかね。いやけど綺麗に撮れてるで。あ、そうなんですか、うん、あれって言ったらみんなでうわーって雑巾掛けするみたいな映像やったっけ。体育館がどっかやったっけ。あれキムが見せてくれたのかな、あれ。まあ、一緒に見たかも、うん、やばいちゃんっていう感じの映像なんですか。いや、まあ、厳しいなっていうのが体育館の映像でしたっていう。どっついたらそういうシーンじゃないけど、まあ、でもプロモーションにしては絶対行き過ぎ。でも最近なんか凶悪になってるんですか、ね、そう全然違う学校やってもう普通のそういう面影ないな。じゃあもう普通の共学の高校になってる。割と普通の私学のええ感じのとか、はいはい、じゃあ全然そういうスパルタのとこを望んでる人がおらんて。今やね、昔やった、ね、トツカヨットスクール的なね、はい、あのね、トツカヨットスクール的な日生学園でしたもんね。日生学園でもその高校、まあ、そんなやった今もうちょっと行ってみたいですけどね。あの日生学園昔ぐらい厳しいの1日ぐらい体験してみたいですけどね。僕は嫌ですから。もう行った瞬間バーン丸坊主されるから。そんな勢い、うん、だから髪伸びるまで帰りたくないと思う。いやけどいやでも例えばあれ友達で警察官になったりとか刑事になったりとか、うんうん、消防士になったりとか、はい、いてるじゃないですか、うん、プロデューサーも、うん、皆さんやっぱでもそういうとこをね学校ね、おのおの行ってるわけですからすごいですよね。そうですね。だからまあそういう意味では今の音楽専門学校はぬるいと思います。いや全然ぬるい専門ちゃうしみたいな。あれね、僕はもうあれにあの音楽専門学校に関してはまあよしよしあると思うんですけど、うん、どっちにしてもぬるいと。やり方がぬるい。もう僕が校長になった暁には
全員丸坊主から始めます。え、でもそれは逆に、うん、それ先生ちょっと音楽に自由はないんですかって言われないですか。え、どういうこと、どういうこと。それ音楽に髪型とか関係あるんですか、うん、関係あるよ、もう音楽なんか音楽は自由、音楽なんか不自由に決まってるわけ。不自由、不自由からの自由を求めるパワーがいるからね。はいはい、まあ、最終自由なものなんですけど、もともと自由なやつが自由なことなんかできるわけないわけです。はい、勝ち取れと。そう。まあ、キミオ君みたいなもんですよ。はい、青春、どういうことですか、ま、だから青春真っ暗な人が、はい、まあ、っていうことはもう不自由なわけじゃないですか。わ、はい、かります？キミオ君目の前にこういうこと言うのもな、なんですけど。勝ち取るというその、うん、まあその勝ち取るっていう感じじゃないですけど、うん、自分のイメージで、うん、あの自由な空間を作り出さないとダメじゃないですか、うん、そんな、うん、そんなね、うん、もう何でもある程度手に入る世の中で、うん、音楽専門学校行きたいですって言ったら、うん、行けるような家庭に育って出て、今はそんな感じですよね、だから。そう、そうなるともうその自由な、もうもともと自由やのに、もう自由 なのかなんかは定さなくなってるわけじゃないですか、うん、だから僕はもう一回それを不自由、どんだけ不自由が大事かっていうのをどういう改革します、もしちょうだい、ま、もう全員丸坊主、丸坊主です、まず丸坊主クラス、一クラス任せるわって言われ、全員丸坊主、もう一クラスというか全校丸坊主、僕らも丸坊主です、校長も校長、僕校長になったらね、はい、校長自ら丸坊主です。で、でちょそれ結構みんな反発したと思う、一応研修として、はい、あのキミオ君が一人で東京でライブしに行って、はい、真冬クラブの外の路上で寝てる時あるじゃないですか、でみんなに上着かけられてる現場を一応研修としてみんなで見に行くっていう授業はあります。2泊3日でキミオ君と同じ行動を取るわけですよ、みんな。これは僕でも無理です、だけどこれは研修として。でもそっからじゃあもうかなりもうその時点で結構振り落とされますよ、これは。だって、キミオ君、まあ、キミオ君なんかもライブして、はい、泥酔して、はい、で、ひっくり返って、はい、もうクソ寒い道端で寝てるわけじゃないですか。はい、で、起きて朝、はい、で、フラフラと、次の、その、次の日の会場に行って、リハーサルして、また歌って、インターネットカフェ行ってとか。はい、これをね、もう3日続いたら、ちょっと嫌かな。でもこれをまあ研修としてはみんな丸坊主でついていきますか、キミオ君。まああとね、一応まああれですね、一応楽器の方も、はい、まあ、教えないとダメなんで。そうですね、まあじゃあキミオ君は教えてもらっていいですか。僕ですか。そのまあギターギター全然いけるじゃないですか。キミオ君意外と理論とかも頭入ってるんですね。いや、ないです、ね、理論って何なんですか。僕音符が読めないんで。あ、ほんま、全く理論、これはね、あ、これ理論だけはちょっとね、うん、あの、まあ理論を教えれる人がいないと教えれないんですけど、だから、なしにしましょう。理論はいらない。そういう授業もあるんですか、ほんまは。あるある、でも理論あった方がいい、ジャンルがまああるけど、うん、まあまあ、うん、ジャンルとしてはあるねんけど、まあなくても耳が良ければ、うん、まあいけるということで、うん、まああと何ですかね、あとお弁当制ね、お弁当制、え、もうコンビニとかじゃなくて、うん、コンビニダメ、コンビニダメ、あのみんなで、はい、あの休み時間に机をこう、はい、みんなでこう、うん、何人かグループで、うん、あれね、小学校とか中学校とかやるじゃないですか、はい、でお弁当みんなで食べると、はい、で、まあ、その入れない子もいるじゃないですか、はい、グループとしてそのお弁当ちょっと持ってこれない、お、いやいや、まあ、お弁当、まあ、それはね、そのまあ、それは本当に貧乏な家庭で言っても、
まあスルメぐらいは入れるでしょ、お弁当箱にお弁当箱にスルメぐらいは。そうですね、うん、いやスルメ、まあでも本当にお金がない場合はこちらから用意します。あ、そうなの。はい、しっかり用意します。玄米 100% の玄米 100% お弁当を用意します。玄米しか入ってないおかずはイマジネーションで、はい、でこうみんなでこう、ね、みんなでこう付き合わせて食べて、そういう時代です。それでこうグループになれなかった一人で食べてるやついますね、のそういうやつのみ、はい、ソロデビューを良しとします。でそれみんな一人ずつやったらどうするんですか。いやちょっと無理よみたいな、芝居ていきます、ね、うん。え、どういうこと？一人？いや、一人、みんなもう個別でこう。あ、だから最初は言うんですよ。そのバンドもコミュニケーションやから、はい、もうお弁当の一つもいろんな何人かと食べれな、うん、あかんでみたいなことを言うんですよ、うん、で、まあみんなこう、みんなじゃあまあまあとかになるじゃないですか、うん、もうそれでも入られへんやつに限り急遽ソロデビュー、うん、急遽です、もうこのね、早い方がいいんで急遽ソロデビューします。もう早く曲作れと。もうその後がないぞ、後がない。もうまあすごい原石ですからね、その、うん、お弁当一緒に食べられへん、うん、っていうことはもう原石ですから、もうね、もう早くもうデビューして、まあ、デビューっつってもあれですよ、その今いわゆるソロデビュー、メジャーデビューみたいな感じじゃないです、僕が言ってるデビューは。ストリート的な感じ。まあストリートでもないけども、なんていうか、まあ CD とかカセットテープとか MD とか、まあ、いろんなメディアがあるじゃないですか、はい、で僕はまあ本校として僕の専門学校の場合採用してるのは7インチレコードです。7インチレコードデビューですよ。だからまあ DMR か、ジェットセットか、流通のことですか、はい、にでデビューする。7インチに、自分の歌を吹き込むと、レコードね。だから全然やばいですよ、需要が。需要はもう、いや、ありますよ、ありますよ、7インチレコード。1000枚ぐらい売れるんじゃないですか、良ければ。うん、ね、ほんまに今は。ただ、その、まあ、研修として、うん、どんな風にレコードがカッティングされてるのかは、うん、神奈川県に行って、うん、日本で唯一の、もうなくなったんかな、もう今。東洋化成かなんか。あ、あると思います。まだやってるんかな。東洋化成行きますか、みんなで。東洋化成って月曜プリマしますか。それやばいですね。前タモリクラブやってましたね。あ、東洋化成ね、うん、東洋化成でも僕も1枚目の7インチはちゃんとその東洋化成に行ってカッティングしてもらいました。すげえ。けどね、そこにね働いてるね、その日本で唯一カッティングできるっていう男の人が、うん、すっごいチャラい人でもう本当に60代のベテランの人が唯一その人に教えて引退した直後、もう受け継ぎ、受け継いでる。だから30代の人なんですよ、多分未だに今も。その人は同じぐらいってことですね。僕よりちょっと上ぐらいかな。なんか23、4ぐらいの時に行きましたけど、なんかその ASP のね、まあ、ちょっとラテンジャズみたいな音楽をこうカッティングねずっとしてくれるんですよ。こうメガネかけてでガーってできて、ちょっと一回聴いてみようよとかって聴いたら、もうそのジャズ、ラテンジャズが流れるわけじゃないですか、うん、それもうその人も仕事終わったもんやから、もう軽く、もうチャラくなっちゃって、うん、これさ、なんかあれだよね、サンバガールみたいな人がいっぱい踊った方が売れちゃうよねとか、なんか言い出して、そういうちょっともう、もう音だけでもイメージが、もうそう、もうすぐ言っちゃうタイプのチャラい人めっちゃいいじゃないですか、それ。まあいい人、いい人なんですけど、これ売れちゃうよ、やばいよとか言いながら、サンバガール用意しなよみたいな、立岩さんってマネージャーマネージャーに、もうマネージャーにもタメ口で行く感じの。いやけどそう考えたらやっぱ、うん、キミョ君が
作ってた昔のアニメーションズの中学ロックっていうカセットテープのミニアルバムね。あれ今異常に聴きたい。僕も聴きたいですね。もうそれも CD ではもう出てないですか。ないですね。あれ多分そのローズレコードとか出すもっと全然前に。ローズの前ってことですか。まあちょうど10年ぐらい前ですね。自分らで録音して、あれ MTR かなんか撮ってるんだろうな、うん、あの時代は。じゃあ原版が別にないってことですか。いや、でも多分上田くんとか持ってるんちゃうかなと、マスターテープぐらいは。それあったら今ないかな。今絶対いけますよね、マスター。マスターがあれば全然カセットテープ。で僕もね、買ったんですけど、買ったかもらったかな、したんですけど。そっからはきついでしょ、多分。もう全然どこ行ったか今わかんない。あまあまあです。あーさん持ってるかもしらんねん。あーちゃこ持ってるかもね。あのまあ、で僕もその言ってた嬉しい僕ね全部あのカセット多分1000本ぐらい置いてる部屋あるんですけど、そんなあるんですか、はい、まあ、そこに多分絶対入ってるんですけど、まあ、ちょっと探す本気で探そう思ったら多分ねいけますけど、80歳ぐらいなんて聞いてたらそれ聞いたですね。前聞きたい聞きたい適当にかけて。じゃあ中学ロックね、ほんまにあのあれ今なんていうかね、あの肺をやらなあかん曲やと思う。その肺をやった方がいい。体力的に。体力的にというか。的にいやあの多分ね10年前に作ってるあのねテンションがね。ああもうないわでも。まあ、何事にも変えれないんですけど。うん、だけど それを例えばソロでやるとしたら。その時の空気とかが全部あの一応自分は分かってるわけじゃないですか、歌う方は、はい、キム君は、でそれを分かってて歌うとまたねそこにね新しい何かがついタンポポみたいなもんですよ。だからふわーってない、なんかそのまた新しい実を結ぶんですよ多分昔の音源というのはタンポンっていうタンポポですよ。タンポポやねタンポンみたいなもんやったら困りますよね。その新しい何かを作って、新しい命のね、命のためにあ、なるほどね、うん、だからそれあの多分10年ぐらいちょうどいい時期だと思います。あれ、はい、一回探そうかな中学6。いや誰か持ってるんじゃん、この月曜プリマ見てくれてる人で。今何ぐらい見てもらってます10年前にあの50本ぐらいしか作ってない50本しか作ってんの。あれ作ってない、自分でやったもん。あのスタジオでバイトしてたから、スタジオの部屋 あのカセットデッキ4部屋あったから4つどん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 並べて、ブワーってあの MTR からつないで、あ、つないで全部つないで、MTR の再生ボタン押してカセットデッキ、カセット全部出ないよ4つボンボンボンって、すごい時代やないや、まあでもあれ正味ちょっと前かな。でもあれほんまに撮ってた時期とかで、聞きたい、懐かしい。もう今は聞きたい、もう他人の感じがする。 いてるんちゃう今何人ぐらい見てますか。45人の見てくれてる中であのアニメーションズのを10年前から知ってて、あそので例えばあの時、まあ、ファイアフレーム出てましたけど、うん、ハードレインでしょ、うん、あとどこでライブをやってました。あの時はいやもうそのハードレイン、ハードレイン、ファイアフライぐらいで、ぐらいですね。行ってあのそのそこにそこよく見に行ってたという人であれば、もしかしたら、うん、持ってるんじゃないですか。持ってないかな、ね、僕と、うん、アチャコと、あとねカットマンブーチェの元、ウリョンとかも多分持ってたような気がします、嬉しいな。ちょっとしたね話題になって、僕らも全然その知り合い、まあ知ってるかな知らんぐらいの感じで、まあ、アニメーションズってバンドは知ってるけどみたいな、うんうん、でそのライブ見てたまたまその時にファイアフライでカセット売ってたか置いてたかしてたん で僕それもう買ったかもらったかして、で帰りの車でね聞いたの。要するに帰りの車僕もカセット聴ける車やったんですよね、まだ10年前やからいや全然聴けたでしょ、うん、10年前10年前ね、はい、あ聴けたのかな。いや、ちょっと なかなかですよ、境目、ね、僕だってその腐ってるクレスタ乗ってましたから。いや、ギリっすね。腐っても食らうんじゃないですよ、腐ってるクレスタ乗ってました。え、そんなおもろいけど
そんな言わなあかんみたいな。全然プリマ振り返ってない。プリマ、まあプリマね。でもまあ風邪ひかなかったってことでいいんじゃないですか。いいですね。例えばその植物性に変えてその体がどう変化するとかっていうのはどうですか。その、あ、でも風邪はひかなくなりましたね。もうしょっちゅうひいてたんですけど、あのアレルギーっぽいのもなくなりましたね。鼻とか。ああ、記憶なんか。でも今年は例えばタバコもやめたし、そうですね。で、まあお酒もやめてる時期あったし、はい、で、動物性もやめたって、これ、はい、体がめっちゃ変わったんじゃないですか、トータル。最初ブワーっていっぱいニキビできたりしましたね。うん、熱みたいに出て、あの玄米食べ始めたらそうなったりもします、ね。はいはいはい、悪いものがさっき出ていくんで、うん、デトックスですごい。でも外で飯食う時結構不便じゃないですか。まあ、都会はまだ、うん、全然いいですね。うどん屋どこでもあるし、うん、鶴丸とか花丸とか。まあでもそうですね、なんか飲みに行こうとかなった時とかね、うん、居酒屋でも、まあ、まあ、一応野菜メニューがね、冷ややっことかね、打ち上げとかですか。ポテトフライとか。え、でもポテトフライも動物性の油使ってるじゃないですか、普通に。あのね、その辺は大丈夫。そこまで行くとあれなんですけど、まあ、いやでもコーン油、コーン油、ね、コーン油が一番、まあ、安いんで、うん、まあ大体その植物性なんですか。あの、まあ、ラスタマンでもね、ポテトチップスは食べるんで、ああ、はいはい、油に関しては多分ね、一番安いのが植物油なんで、うん、まあまあ大丈夫やみたいなとこもありますけどね。まあ、ラーもなかなかね、打ち上げとかでね、いけるんやと。いけますよね。まあ打ち上げに、まあでだからそのほんまに、みん結構いろんなところでもちゃんと野菜類が結構あるじゃないですか。うん、まあ大体ね、まあトマト、豆腐、漬物、漬物、痩せますね、そう考えたら。まあそうですね。まあけどあの、え、もう豚とかも食わないですか。食わないですね。豚。とか、あ、食べない。まあ動物性ですからね。ただね、これあの前の SP のドラムのジョーちゃんっていうね、はは、あの人いてるじゃないですか、うん、ドラマーの、うん、まあ、そもそもスカポンタスというバンドドラムのジョーちゃんは、うん、最初ミーティング ASP に入ってもらってミーティングした時に、うん、なんか食べに行こうやってなった時に、僕ね、動くもん全部無理なんすよって言って。動くもんってどういうこと。だからそのだから動くものですよ、動物はもう全部ダメなんです。はい、カニはって言ったんですけど、いや無理です無理です動くしかないみたいな。エビは無理しちゃう。魚介類、あのヒラメはとか言ってたんですけど全部無理。貝類はいけるんですかね。いや食べないです。いや多分無理ですね。基本的には食べないです。動物へっていうのも基本的にですけど。ただでもね、ジョージアの場合ちょっと変わってまして、あの全部嫌、まあ嫌なんですけど、はい、最終あの、ま、動物に関しては、あのもう一切合切忘れて、全部そもそもハンバーガーやったって言われたら食べれるって言ってました。もうおろそもそもなんかハンバーガーっていう生き物がおるみたいなぐらいだったらいけますよっつって、そのハンバーガーは食べれますって言ってた。それもめっちゃおもろい。いやちょっとだからその動物性じゃなくて、ま、動物が無理なんですね、まずそもそも面白いな。まあでもいろんなね、例えば食事に関しては例えばそのベジタリアンとかの人では、例えばそのまあいろいろやっぱり政治もあれば、政治も関わってきてるし、そうですね、やっぱりその国際情勢も関わってきてる。で例えば、日本で言うとですよ、まあいろんな、まあ、ラスタマン宗教もあり、でまあ戦争があったことによって、あの例えば、食肉業者は、まあ、割と
と在日看護人と言われてる人らが、うん、あの取り仕切ったと、うん、でそこにはまあ、要するに反省とか、うん、なんていうかその人らが反映してほしいという、うん、日本から見る考え方もあって、うん、まあ、ね、その鶴橋は盛り上がってほしいとか、まあ、いろんな兼ね合いがあるんですけど、うん、最終ジョーちゃんは、うん、そのハンバーガーって言われたら、うん、いけるって言いましたパースみたいなそうそうそう、まあまあね、でもいろいろ、まあでも金谷君が例えばこういう風になることによって、まあ僕らも今までレゲエのバンドとかいろいろあったんで、まあ皆さんそのね、うん、僕らも含めて食事とかいろいろ考えてきましたけど、うん、やっぱりね、友達がそういうことを考え出すとまた考え出すわけじゃないですか、いろいろ、まあ身近にいると ね、 ね、うん、だから、まあ僕もね、久しぶりにまたいろいろ勉強しましたけどね、キム君の、はい、あのツイッターとか見ながら、はい、皮切りに、うん、だけど、まあ面白いですね、やっぱりその勉強するというのは、うん、で、やっぱりそのまあ国際的な問題はもうえらいいっぱい、もういろんなことが関わってて利権があって、うん、もうどれがどうやねみたいなところもありますけど、うん、やっぱちょっとずつね、何かを考えて、うん、何かをね食べるというのは、うん、やっぱり素晴らしいことで、でも僕は一番最初にね食べ物のことを考えたのね、うん、17歳の時に、16歳ぐらいから、うん、そのどうしてもやっぱり、うん、オール大阪という、ね、ラグビーのね、はい、選抜代表に選ばれたくて、うん、体重を15キロアップせなあかんみたいな、うん、感じの時に結構ねそのトレーナーについてもらって、うん、栄養学を学んだんですけど、うん、その時のやっぱそのトレーナーは、うん、プロテインはそういうプロテインにしなさいってすごい言ってはりました、うん、そういうプロテインってあるんですか、そう大豆から、うん、だからその動物性のホエーとか、うん、ホエープロテインとかね、そういうのがいっぱいあるんですか、あるんですよ、そのにすると今ガッていけるかもわからんけど、その、まあ、内臓にはだいぶ負担がかかるから、うん、日本人としてはやっぱ大豆から取ってるタンパクで大きくなった方がいいみたいなことから、うん、そっからねいろいろ教えてもらったんですけど、まあカール・ルイスがねあれとか、ね、ベジタリアンとか、まあ瞬発力出すのもうまいこと取ったら、動物性一切なくても、うん、世界取れるということもあるんで、まあでもよ、でも最近また僕もいろいろ勉強しましたけど、ちょっと日本の食事のちょっと面白いやつあったんですけど、はいはい、いやまあ面白い、まあそんな面白くないんですけど、やっぱりね日本人はやっぱね、うん、臨機応変やなっていう、うん、史実があるんですけど、うん、やっぱね、クゲはね、うん、クゲの人たちは、うん、動物性一切取ってなかったんですって、戒律上。なんでなんですか？まあその仏教からのそういう教えとかをあって、やっぱりその禁じてる感じありますよね。そうそうそう。で、そのちょっと、うん、まあ言い方はもうそのまま言い方悪い言い方というか、まあ、言い方言いますけど、うん、まあその動物とかを取るのはもう下等な生き物がやることやみたいな、だからクゲはそんな絶対せえみたいな感じで、うん、あったんですけど、うん、けどまあ庶民はね、うん、ちょっと例えば農業やってたとしても、うん、例えばそれだけでは食えない、うん、いろいろ納めなあかんもんもあるし、だからやっぱりその鳥とか、うん、イノシシとかは、うん、捕まえて食べてもええと、うん、その代わり3月から9月までは、うん、それやっちゃダメっていう法律が、あったらしいんですけど、さ、ま、昔言ったら今よりも多分ねもっとね、うん、お米できるの早いですよね、うんうん、でも3月にはまだできてないわけじゃないですか、うん、でもまあその多分3月ぐらい昔はちょっともっとあったかいと、うん、
で、まあ穀類も育つから、うん、その、そうそう、真冬は取ってええと、イノシシとか、うん、けどまあ真冬なんか行けないわけじゃないですか、冬眠して。そうそう、だからだけどそのまあルール上3月か9月はダメと、それ以外はええと。だからということは9月10月になった瞬間から思いっきり鳥にかかるわけです。で今のうちやと、今のうちに雪降らんうちに、うん、だからその干したり塩漬けしたりとか、うん、まあそういうね、なんか文化というかまあ技術が、うん、山のね発達してたというね、いろんな史実もあるんですけど、うん、まあそれに踏まえて一番面白かったのは、うん、あの縄文時代の古墳とか遺跡は、うん、めちゃくちゃ鹿とか、うん、あの象の骨があると、うん、だからこれ完全に食ってたっていう、うん、でこれはあのなんかやっぱ農業というものが、うん、あの発達するまでは、うん、やっぱりその食べその捕まえて食べると、うん、そりゃそうでしょうね。けどやっぱねその弥生時代とか、うん、あの変わりましたね。そう、農作ができるようになると、うん、あの家畜するということになってる、なってで、うん、家畜した跡があるとどうやら、うん、だけどこれがあの室町時代になると家畜禁止令が出ると、うん、だからその家畜はあかんと、もう自分で行って自分であのバーンして修行することがいい、ね、ギョンするんやったらええというね、なんかそのバランスがね、その時代時代で日本すごい変わってるんですよ、うん、その明治まで、うん、だから結構あれなんです、そのアメリカンのねあれが入るまでそういう文化じゃなかったってことでしょ、普通に。ね、なんか要するにね、なんかね、僕もちょっと間違ってたとこがあったんですけど、あの武士も結構その粗食やったと思ってたんですけど、うん、武士はやっぱりね、なんかあの食べれなかった、うん、食べれなかった武士は、うん、捕まえて動物も食べると、うん、で、割とお金のある上の方の武士はあの粗食というか、うん、精進料理、まあ仏教からの教えが割と、だからまああのそういうのもあるんですけど、ただね、一番最初に、天皇はもう絶対あかんと、動物性は、うん、けどそれ一番最初にあの養殖であのお肉とかを食べたのが明治天皇なんですって、うん、そうです ね, ね、あれアメリカのあれですよ、ね、アメリカのやっぱそれは、うん、政治的なもんが入ってきてという、うん、それまでやっぱそういう、それまではね、あの臨機応変にいろいろなんかあのまあトータル言うとたまには肉とかも食べようと、でも基本的にはもう魚ですよね、魚野菜、まあ、魚野菜で、あとね一番あのちょっと気になった史実があったんですけど、大正時代、じゃあ幕末かな、あの大阪に牛鍋屋というものが2軒しかなかったと、でそれはあの福沢諭吉が書き残してるんですけど、うん、福沢諭吉は適塾っていうね、はい、塾をやってたじゃないですか、うん、大阪でね、はい、でその時代に大阪には牛鍋屋っていう、まあ要するにあの牛とか、イノシシとか食べれる、うん、すき焼き屋みたいな、そうそう、お店も2軒しかないと、で福沢諭吉が見回ったと、うん、何をどんな店やみたいな、うん、で見れば見るほど、うん、毎日チンピラと適塾の学生しかいてないらしいです。それにめっちゃ怒ってるっていう。まだ何してんねん。でも要するにちょっと金持ってるやつしか食えなかった。いやあのね、あのちょっとまあ、うん、意味嫌われてる部分もあるんですよ。それやっぱその、うん、当時はね、うん、今はまあ普通ですけど、そうですね、その大名行列がその牛鍋屋を、うん、あの、の前通るのがなんやからっつってよりその迂回したっていう、あ、それぐらい、ちょっとその大名さんがそこの前を通るのはどうやろみたいな、うん、でもそれをそういう牛鍋屋とかをは OK やったでしょ、あ、もう OK ですよ、まあもちろん OK なんですけど、まあ言ったらその庶民が食べるもんやというのが前提なんで、あ、その、うん、
でも庶民はまあお金もないと、うん、でも吉鍋屋とかは要するに安いんですよ当時は。うん、今やったら、ね、しゃぶしゃぶ食べに行こうとか、うん、焼肉食べに行こうって高いじゃないですか。うん、逆や、真逆なんですよね。だからあいつら、そうそう、牛食ってんだよみたいなノリやった。そうだからもう、そうそうそう、適塾の学生と魚食われへんねやつら。そう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 、魚とかがまだ食べね、お金がないと食べれない、チンピラしかおらん。要するにまあ今でいう鳥貴族みたいなもんです、はい、また鳥貴族みたいな。まあ、まあ、チンピラしか言ってないですそんなことないな。まあサラリーマンもいてますけど、うん、まあでもけどまあ要するにまあ基本がスッとしてるよね。もうなんですか、スッとしてちょっと体重も5キロぐらいは減ってますね、確実に。いやけど面白いですね。まあでも日本人はね割とそういうなんか、うん、いろんなことをね、あの いつの時代も時代もなんかあれダメこれはいいみたいなね、うん、結構いろいろねやるんです、うんうん、まあいい時代です、いい時代はい、さらっと求めました。まあ日本まで振り返ってしまいました。振り返りました歴史まで。じゃあ次いきます。海、海、社会派ですね。まあもうこれもあれじゃないこう、まあビーチですね。ビーチ、あー海ね。今年行きました。僕昨日行きましたね。バグース、バグースか、バグース。わいいな。どうでした、バグース。いい感じでした、ライブは。まあだから海は汚い海ですけど楽しかったですよ。楽しい、あそこ行ったら楽しいけど、うん、いいですね、あれね、海ね、あそこの和歌山バグースの海って多分綺麗なんでしょうけど多分ね、その、うん、横にね、爆弾をしたみたいなビル建ってるんですよそのあれ廃墟、そう、廃墟、ほんまあの、うん、アルカイダのあの映像みたいなあのビル建ってるんですよ、もう2、3個爆弾を落とされたみたいな。それがあるから僕はちょっとね、うんうん、ないやねと。いやもうその気が気じゃないというか、うん、いろいろおるなみたいな感じになるじゃないですか、うん、いててもいてなくてもどこでもいてるんですけどね、はい、まあ、でも間違いなく出る感じの、まあそうそうそう、雰囲気としては。でもちょっとバグース、うん、どんなイベントやったんですか。なんか僕もちょっと行きたかったですけど。横島新聞っていうフリーペーパーのイベントですね。ほんなら一回一緒にキム君がブッ、あ、そうそう、しゃがりきブッキングしてくれた時と同じイベント。そうそうそう、あ、いやあれ楽しいっすよね。楽しかったですね。もう楽しかったです。キム誰で出たんですか。キムがソロ、トラベル。トラベル。トラベル、トラベルと松井君。松井君。上田君とさよならバイバイズ。いっぱい出てましたね。まあでも2日間ぐらいにわたってやってる。そうですね。あ、そうなんですか。うん、やけど海でも初めて、今年初めて海。あ、でも奄美行ったな。奄美ね。まあでも夏はこれだけですね、うん、まあでも海といえば、うん、何かこう、はい、僕が思い出すのは、うん、フェスタデラマという広島のね、今年もね、フェスで一緒にキム君と行って、はい、KTR っていうマッカーサーのドラマをキム君が海に沈めてたっていう、はい、でもまあこれまた元アニメーションズのドラマなんですけど、はい、まあそういう思い出ですね。もうあれが一番おもろかったかな、海、フェスタデラマが。でフェスタデラマの楽屋というかテントの、はいはいはい、テントで関係者出演者は、はい、裏、裏で休憩できるみたいなとこで、はいはい、まあ食べ放題というかね、飲み放題食べ放題用意してもらってて、はい、でまあもうがぜん泥酔して、はい、でその上半身裸で、はい、僕はその KTR、はい、KTR も上半身裸にさして、はいはいはい、で、その総合格闘技ずっとやってましたけど、やってましたね2人で楽
人でも思うよですよね。いやあの人ね、KTR という、まあ今はもうマッカーサーのドラマーですけど、そうですね、まあもともとアニメーションズのドラマーであり、結構いろんな。アニメーションズがすごいなと思うのはね、例えばあの奇妙が、まあ奇妙君でいろいろやってるじゃないですか、うん、今もね。で、その当時のベースの上田君っていう人は、はい、またその松井君と上田君のさよならバイバイズというね、はい、バンドで面白いバンドをしてるわけじゃないですか、また、はい、その KTR をドラマの人はマッカーサーコンサートドラマやと、でもちろん生島君っていう人は今 またちょっと育児中ということで、はいはい、まあちょっとまだ音楽あれなんですけど、このまあだからアニメーションズはねすごいなって今更ながらちょ感心しますね、その各々の活躍が、はい、なかなかないと思います。その、だって、ね、だって言ったら、キム君ソロで、松井君と上田君のサイナルバイバイズ、KTR ソロっていうブッキングがあり得るわけですからね。そ今はね、最悪や。最悪や。それもう僕が早くそれをしたいと思ってるやつなんですけど。面白いですね。面白いでしょ。で、あそうか、まあ、ラブソファーちょっと危なかった。ラブソはね、キミオくん、トラベル、あ、違う、ギリギリボーイズ、あ、違う、ギリギリボーイズと、うん、松井くんと上田くんさよならバイバイズ、はい、ギリギリボーイズ、ちょっと上田くんもね関わってるんで、アニメーションズのコピーバンドっていう定位なんでだからここにちょっと僕、その KTR のブッキングし忘れてた自分にちょっとこの間反省しましたけどねやけど海ね、海って、海でキスしたことあります？ないっすね。意外と海でキスしたことないっすよね。ありそうな、ありますか、キミオ君？まあ、ありますね。ありますか？それ、どう、やっぱり、その、星とか、星とか、やっぱり綺麗な感じ。夜でしょ、それは。僕大学の時に軽音楽部やったんで、うんうん、小豆島に、あ、合宿という感じで行って、で年下の同じクラブの子と付き合ってたんで、うん、なんか一人で海に行ったら10分ぐらいしか来て、あ、別に何も言わなくて、ただぼーっと一人で海に行ったら10分後その子が来て、うんうん、夜夜で、来年もここで星見をな2人でって言われて、うんって言ってまあ結局見なかったですけど来年はまあでも今のあの言い方がものすごいあれやったんですけど、そこだけ聞いたらすごいいい話ですよね来年も一緒に2人でこの星見をなとか言いながら海でキスする感じ、はいはいはい、うんとか言いながらまあまあ、気持ち悪いって思うよいやけど向こうからしたらそれはだってそんないいシチュエーションないですよ ね、うん、僕そんな僕言ってまうかな、俺やったら言うかな、そういうの 言うんちゃいます、それは言うタイプかな、うん、俺はなんかその今その、うん、やっぱこの、うん、あの小豆島って、うん、昔その疎開するときに子供たちが船に乗って小豆島から、うん、あの船出発したときをアメリカがわざと狙ってその船を爆破したことがあんねん、そういう歴史がある、歴史があんねん、うん、とか言ってまうわ、まあ、全然傷したくないこれあのね、小豆島の看板が出てる、看板というかその、うん、昔こんなことがありましたって、そんなあるんですか、うん、あんねんあんねん、それへえと思って、なんてことすんねんと思って、なんてことすんねん、そうやねん、子供だいたい分かってんねん、向こうもな、もう子供しか乗ってへんで分かってんねんで、アメリカはけどやりよんねん、あいつらやりよんねんとか言ってまうわ、その砂浜でキスしようかってならないですか、それ。まあそうやな、まあでもなるんちゃう、最終その、うん、今は平和な時代、ね、平和な時代、昔はな、あの星はな戦闘機かと思ってたけど、今はもう星は星であるわけじゃないですかみたいな
うん、昔の人は綺麗な星見たら戦闘機かと思ってビクビクしてたんですよ、戦時中は。夜になったらね、うん、けど今はもう星を星として見れる時代です、うん、好きですずっとこのままでいようね、チュッでいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。今まとまりましたね何これ海といえばいいっすね。けどまあ海にもまあ僕ビーチバレーしましたからね。あ、そうですね。海といえば僕はやっぱビーチバレーですね。ビーチバレーでもうらうらやってましたね。そのもう暇さえあれば海に行って、スパイクしてました、うん、浜辺に。やってました、昨日。誰か、あ、ビーチバレーやってた。 8人ぐらいで、わ、丸くなって。楽しそう、楽しそう。そんなミカサを持ってきてる人いました。わもう、ま、マジのマジのボールのメーカーね、ミカサ。ミカサね、うん、海とか行って行きますか、プロデューサー。行ってないですね。行ってない。今年行ってないですね。三島さんとか海行ってるんかな。昨日一緒に。昨日か、昨日か。三島さんの海パンとか見てみたいけどな。ああ海パンツ姿。ただちょっと短め の、 あの海パン、ね、なんか昭和30年代ぐらい の、うん、あのお父さんが履いてたようなね。なんかトリコロールっぽい感じ。ああ、いいいい。なんかちょっとこの辺もね、そのお父さんっぽい体で。そうですね。だけどね、あの海はもう多分もう今年行かないですね。そうですね、まあ、うん、あ、君はちょっとサンセットがあるんじゃないですか。あ、サンセット、福岡、ね、サンセットはもうあれでしょ。行ったことないですけど、なんかステージと海がもう、はい、あ、でも僕もあの行きます。行く、はい、撮影、君は君、はい、ええー、な、サンドさん。あ、サンドさん、ここちょうどこれバグースのね、これバグースだね。うわ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 、ちょっとこれは映るかな。昨日のサンドさん、こんなんですって。見えるかな。あ、この上にいてるってこと。そうなんか、わー、ギリ、はい、あ、見えました。見えました、ギリ。これなんかのジャケットみたいですね。これなんか使えるんじゃないですか、この写真は。写真じゃな。それサンド・アームストロング・カルテットのジャケットじゃないですかあとこれに奇妙画伯がいろいろデザインをして、ジャケットにそれ裸っすか。全裸、まあ、じゃないですよ。上半身、上半身。これめっちゃかっこいいじゃないですか。うん、かっこよかった。いいね。ライブインなんとかみたいなアルバムのタイトルっぽいじゃないですか。ライブインどっかみたいなまあ地名でいきましょうか。すごいですね、それ。サント・アームストロング・カルテットね。いい。それすごい写真ですね、これ。大丈夫。サントさん、それ拭いてたってことですか。拭いてた。だからこれでパッパーパッパッパー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 でしょ。え、パーズーやパーズーみんなで下からパーズーって言ってたこの間だってラピュタ見てたじゃないですか、そのツイッター見てたら。見てました、見てました。いや、やっぱラピュタが僕も一番好きですけどね。はいはい。まああのあれ、うん、あのラピュタ見てから、うん、なる病気としては、うん、その入道具も異常に気になるっていうね。その空のあるんちゃうかほんまにっていう、龍の巣だってすぐ言ってしまう病気ね、あるんですけど。あれ全然色褪せないですね、あのね。ラピュタ色褪せへんな、あれ。なんかそのまあいろいろこうメッセージもあるんでしょうけど、うん、なんかそのあの初恋やもんな、あれ、うん、初恋の感じ、思い出す感じちゃう、あれ、うん、なんかそのディ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 最後のチャンスだか、すり抜けながらかっさらえって言われて、このビュンって、うん、あの、シータね、うん、パズーこう逆ね、うん、ディューンってこう塔の上でかっさらうとこね、うんうん、これが恋愛じゃないですか。要するにいろんなものをすり抜けながらかっさらうのが恋愛じゃないですか。塔の上で、うん、上後ろにはあれがいてるんですよ、このロボットが、はい、でも本当はシータのことをね、こう、うん、こうやってこう塔の上に連れて行ってくれるんですけど、うん、最初はシータも怖いじゃないですか、うん、で最初敵かなと思ってるじゃないですか、うん、まあ、これが、
相手方のお父さんとして。怖っ。ブルルンとして。あんな怖いお父さん。あ、怖っ。最後煙幕で逃げ切るっていう。いやあれがやっぱ恋愛じゃないですか。白い子粉々にしちゃう。粉々にしちゃう。お父さんに挨拶にしに行くってそれぐらいやっぱり手強いんじゃないですか。もしかしたら。ちょっとねまだ想像ですけどやったことがない。ね。でもあれやっぱり一番好きなシーンちょっとキム君この間見てちょっとあいいとこ言ってくださいよ。なんかラピュタ、えラピュタの話、はい、まあ全部見たい全部見ましたね。ちゃんと全部見て、うん、そのちょっと前が好きですね。あの縛られてて、あのおばあさんに俺も連れて行ってくれっていうところがこうなってるとこね、パズーが、うん、俺も連れて行けよみたいな、うん、で、なんか、まあ、40秒で支度しなって言われるんですけどその前に、うん、あのダメだというか、うん、そんなことは自分でするんだよバカみたいなこと言われるんですよね、うん、そのた女を助けるなんてことは自分でするんだよ小僧みたいなことを、うんあのドーラに言われるシーンですよね、うん、こうやって、うん、そうだ僕がもっと力があればっていうとこね。だからそれこそが音楽なんです。わかります。こんだけ縛られてるとこからの不自由からのあのビビビーンですよ。ビビビーンに乗って、うん、つながりましたね。つながりましたということはあれが音楽ってことです。まあ、僕らだからもうあんだけ縛られてあんだけ縛られたとこから、はい、まあでもラピュタンというね、うん、天空の城にまでたどり着く、うん、このなんていうか活動力、うん、行動力、うん、ないかな。自分にはないかな行動力。すり抜けながら飾られへんかな。どうしたの。僕がね一番好きなシーンはね、はい、あ、キム君ここ、はい、まあ、書いてくれたあの、はい、ビビーンってね、はい、やるあのビビーンって乗るやつあるじゃないですか、ちっちゃい乗り物、はい、何やったっけなあれ、何やったっけな、なんか、はい、虫の名前みたいについてるビーンってついて、あのドーラのあの旦那さんが待ってるそのなんていうの、海賊団の船にブーンって戻ってきた時にパス、シータがこう降りた時にグニュって、あ、布でできてるって言ったとこが一番好きです。あの、船に乗った瞬間、乗った瞬間壊すなよみたいな、壊すなよって言われるとこが僕は好きです。素材気にしてるとこで、シータがいや、あれなんでしょうね。でもまあまあ海ね、まあ海と空と、うん、まあ大地と大声とあれば、うん、基本的には幸せになれるんじゃないですか。果てしないこの空にね。誰もつけて大きいこのあのゴリアテドアラのあドアラのあどうら上にこの紐でビューってあってここに雲があって雲があってタコがあありましたね、ありましたね。これに乗ってる時の、はい、あの一緒にねあの見張りとしてあの見てるこっちが照れる照れる二人でこう毛布くるみ合ってね知ってる知ってました、ね、あのこれもう見たことないでしょほんま何の話やねみたいなラピュタの話してますいやけどほんまにねだからあれ全部したかったもんなあれ小学校の時ああいうこと、うん、あの初めて見た時全部これこんなんしたいと思ってもその毛布、うん、毛布くるみ合うとかしたいと思ってそこそこそこ女の子といやもちろんその冒険心もありますよ、はい、だからよう 僕なんかもうほんまよう食パンに目玉焼き乗せて食べましたそれ以来でさっき目玉焼きだけ食べるみたいなよくやりましたペロンってね、はいはい、食べるんですよねやりましたあれ半分こしたかったわけですよあれ女の子とね、
まあ、中1ぐらいからもうそういうのなくなりましたけど、そのラピュタ美容は。それ以上のこと、もうなんか、はい、大人になってしまった。割とあの冒険そこまでせんでも恋愛してまうっていう現実がね。そんなに冒険いらんっていう、ね、なかったっていう、同じクラスの子好きになるみたいな。まあそんなね、でもあれぐらい壮大な冒険して恋愛した場合、シータとパズーはどうなったんですかね、あれ。あの後やっぱあの後一緒に、でもなんかシータ自分の村帰るとか言ってたよね、あれ。なんか知らん、情報知らん。その後もう一回見よう。結婚すんのかな。いや、するんちゃう。するやんな、あそこまで行ったら。もう最後だってティリリーって始めた時もあのずっと空のシーンやもんね、はい、めっちゃ面白い音楽になんか楽しそうにあのビーンで帰っていくもんな、どっかに、うん、いやけどそう考えたらやっぱ海やな、海に行った方がええな。天空の城の話こんなにでしょ。天空の城の話こんだけして。海や。やっぱ海やな。まとめまとまらん、うん、いやけど海とかさ、うん、あの例えばあのサーフィンとかスノーボードとか全然せえへんかったら、うん、もう全然海なんか、うん、海とか山とか行かへんもんな、うん、なんか行きたいもあんまないしな。マリンスポーツと自分が何の関係もないですね。マリンスポーツ、ウィンタースポーツとか釣りとかそういう趣味があったらね。あー、そうね、そうね、釣りね。ないですね。親父を言ってますか。あー、釣り、釣りできますか。今どうなんすかね。僕でももうあのなんか餌つけるんがもうね、もう全然ダメです。もうあなんかね、もうミミズ的な、ミミズとかね、ミミズじゃなくなんかその加工されててももうちょっとね、エビっぽいやつとかをこうキュン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 するのがこうちょっと気持ち悪いとか、団子みたいなやつも結構な匂いしますね。うん、そうそうそう、赤いやつがね。でもあれってやっぱでもおもろいじゃないですか。それは嫌ですけど、釣れた時の、うん、釣った魚を食べたらめっちゃやっぱなんかうまい。いや、うまいです、うまいです。なあ、なんかいつも食べてる魚と一緒やねんけど、うん、なんかやっぱなんかもうただ単に自分が釣ったというやつやな、あれ。まあまあ汚い海で釣ってますからね、僕なんかその昔汚い海で釣って、あの油にドーン入れて、なんかフライで食べてました。あのだけどあの魚釣り、うん、ってあれこそ結構なんか時間とかねかかるじゃないですか。あれはなかなかのね、なんかよう芸能人の人言うてますよね、魚釣りするって、やっぱ時間と金がないとでもできないですよね。あれ逆なんだよ、そういう芸能人忙しい人こそ時間かかることがええのかな、釣りって短期な人の方が俄然向いてんねん。そうなん、気長い人はもう釣れへんから。あ、別にええわってなるけど、短期やったらもうここ次ここ次ここってこうこれこうやったら釣れんちゃう。あ、もっと考えるんや、工夫すんねんな、あれな。あの例えば、うん、その今からこの3人で、うん、趣味を1個作るという、うんうん、企画をしましょうよ、はい、飲酒抜きです。飲酒ありきの趣味でもいいですよ。飲酒してできるものであれば。ああだから何それ。いやだから飲みながらできる、そう飲みながらできる。ああまあね、でそれ何でもできるじゃない、釣りもそう、うんうん、将棋とかな。ああでもまあ飲酒っていうかお酒入ってて一番面白いと思われることやろうや。じゃあスポーツ的なことじゃないですよね。いやけどな、ボーリングとかもおもろいかも。ああそうね、うん、ああでもまあまあどうやろうな、ゴーカ
カートとか。ゴーカートとかは無理ちゃう。だからあれこういうこういう会場みたいなんで、あのなんかここに線がビヤってついてて、うん、昔なかったそんな。あった。電気で走るやつ。あった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 。電車みたいな上にバシバシ。ウィーンってやつだろ。なんかどっかの港にあったゴーカートみたいな。ゴーカート場は前島にありましたけどね。昔高校ぐらいの時行った気する。ほんまにエンジンのやつ。すげえこもるからめっちゃ臭いねんけど。だけどだなと思う。なんかないかな趣味。趣味。やけどあのキミオくんのさ例えば食事のあれブログにしたらすごい面白いと思うけどな。うん。あのなんか山ちゃんとかねバグダッドの山ちゃんのブログとかも面白いけど。うん、みたいな。あのレシピというかね。まあでもそれまあもっともうみんなでなんかこう一緒にやる趣味って言ったらなんやろな、スリーピースのバンド以外の一番いい。まあでも夜とか時間は関係なくできるもんがいいですよね。ああなんやろな。もうここに来てほんま趣味とかないな。見つからへんわ、うん、あでもその例えばそのラグビーしてて、うん、なんか趣味って言われたらちょっとイラッとする自分はおる、うん、そういえば社会人リーグ4部やぞって言い返す時ある、うん、そりゃそう、ね、でもまあ旗から見たら趣味やなあれまあね、それはバンドも旗から見たら大やつ世代から見たら完全に趣味、まあ、最近さすがにちょっといや、それは、まあ、だって、ちょっとジャックスカードとか、お父さんも見てくれたんじゃないですか、CM とか。まあそうだね、やっぱり。うん、まあ、その前から、まあ、趣味としてやってるとは思ってなかったですからね。うん、まあ、でも、認めてくれる、認めてくれないというか、うん、ちょっと応援してくれるようになりますよね、うん、その。うん、僕その今でこそ僕のお父さんよくね、はい、見に来てくれますけど、はい、若いもう二十歳ぐらいの時は、うん、なんていうかあんま認めてもらってない感じがしましたね。なんかそのしょうもなみたいな感じで言われてます。なんかほんまにはっきり言うタイプの。そうそうそう、はい、なんか19歳ぐらいの時になんか一回ね全部英語で曲にしてみた曲があって、うん、それを家でこうカセットテープに録音してるとこを、うん、お父さんに見つかったんですけど、うん、ちょっと聞かしてみろやとか言って、その聞かれて、そのお前ほんま英語がしょうもないって言われました。その英語の漢字がしょうもない、もっとかっこいい英語使えやみたいな。あ、そっちですか。はい、なんか僕はあれですよ、ちゃんと英語をしゃべれる人に、うん、その訳してもらって英語に変えてもらったんですけどとか言ったら、だからしょうもないねんって言われて、そんなちびちびやるからしょうもないねんって言われました。意味とかどうでもええねん、誰も分からへんねんとか、なんかその、そのステーションとかなんとかションとか使えやみたいな、ゴーザウェイみたいなやつ使えやみたいな言われます。いい感じの英語ね。まあそれがね、今も僕の英語の歌詞になった時はそうなってます。だからハイウェイとかよく言ってます。海ね。いやーけどまあ今日もいろいろね、ああもういい時間ですよ。いい終わりですね。でもこの終わりの歌というのがね。ちょっと1年経ったんで、はい、この終わり方をなんかね、はい、もう一つなんか変えますか、変えたいですね、はい、もはや、うん、そうですね。例えば、これじゃあ計何回歌ってるんですか。これだから要するに50回弱歌ってる、すごいですよね。何歌ってる
か一個ずつ見たいです。ああ今までのアーカイブ、ね、いやけどそう考えたら、うん、やっぱり一回今までのアーカイブちょっと編集してほしいですよね、とかできへんのか。編集、まあ、音とか抜くことはできますけどね。いやなんかちょっとあまりにも長くなってるでしょ、はい、だいたい2時間もアーカイブで残すのも、うん、なかなかですもんね、うん、月曜プリマの最後の終わり方をちょっとね、うん、けどまあ僕らができることって言ったら、うん、まあそれはあれですよ、うん、歌ってすることですけども、うん、まあもう1年経ったので、うん、マイナーチェンジということで、うん、なんか例えば全然できへん楽器毎回挑戦するみたいな、あ、いいっすね、とかね、ちょっと今日はあれですけど、うん、ないですけど、うん、ちょっとなんか置いときましょうか、うん、まあ、ちょい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 楽器を、まあだからこの前ティッシーが持って帰りましたけど、まあカホンとかね、あと、うん、まあ、キューケでサックスもあるし、うん、あ、そっか、僕その実家に戻れば日本笛みたいなのもありますから、そうなる、これなんなんこれみたいな、もうサックス持ってこよう吹いてええんかな、ここで。いや全然行きます、行きます。これでなんかじゃあ俺週1回練習できそう、ここで絶対あ、じゃあそのじゃあこうしましょう、今日はもうあれですけど、はい、次回からまあ清居が来てくれた時は、はい、まあサックスを置いといて、で最後まあ歌うのは歌いましょう、はい、その代わりそのサックスソロがあるというソロパートがあるというじゃあ僕もなんか何か挑戦しないとあれなんで、まあ家からまあその日本笛みたいなものとかそあるんですよ、なぜか。フルートとかじゃなくて、フルートはね、捨てました。なんで、日本笛と、まあ、あと、あと、何かな、鳴り物検査、何やったら、その、ウッドベースとか持ってきてもいいですけどね。なんか、弾けますけど、今やもうちょっと何年も触ってないので、まあ、それ、キミオ君がウッドベースで、僕がサックスとかでもいいですけど、すごい不協和音で終わるという、ね、最初はだんだんね上手くなっていく可能性もあるということで、だんだん面白くなくなっていくっていうということもあり得ます。面白いですね。まあじゃあ今日はこんな感じですか、はい、まあじゃあなんとなく終わります、はい、でもまあ最後どうせなんで、はい、記憶に吹いて、いや僕がちょっとじゃあハーモニカ僕はちょっとやるとして、はい、スージーの曲 C いけるかな。あ、 C いける。ちょっとジャスがワンコラスぐらいやって終わりましょう。8月15日には必ずワンマンをすると言われてる大阪のスージーという人の曲を見ましょうか。知らへんけれどレコード
プリマでした。 Thank you。 よし、ありがとう。ありがとうございます。そう。